こんばんは。6月29日、水曜日午後10時30分を回りました。4後頻後の夜、第225回、今夜もどうぞ30分ほどお付き合いをよろしくお願いします。あまり夏だ、夏だって騒ぐのは非常に申し訳ないんですけど、まだ日本の大部分が梅雨の中に、あるのに、九州南部、沖縄は、いち早く梅雨が明けたんですけどね、天気予報士によると、梅雨が早く明ける年の夏は、ものすごい暑くなるというような統計があるということなんで、ちょっとね、電力事情がね、ああいう状態なので、今日も東京電力管内の皆さんは92%、93%まで上がったそうなんですけどね、ちょっと大変だよなっていう気がして、申し訳なく 思っておるところです。梅雨時、雨が降ってると、当然、あちこち出歩けないんで、うちの親父は結構畑に行ったり、グランドゴルフに行ったり、もう何かあるとあちこち動いているんですけど、やはり雨には勝てずに家でゴロ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 してました。で、そういった親父の気分転換を図るために、今日はパソコン教室もパソコンのサポートの仕事もなかったので、気分転換に親父を、外に、連れ出したんですけど、理由がないと出ないんですよね。もう83もなると、やれ暑いだの、どうのこうのって言うんで、母の墓参りに行こう。それだけじゃねえ、暑いからどうのこうのっていうので、じゃあ青島に行って、美味しいもん食べに行こうって言ったら、おう、行く行くってすぐ 準備をして、行ったんですけど、午前中涼しい時間に、お墓参り済ませて行ったところが、行くところってもうほとんども決まってるんですね。だから目新しいところはないんだけど、あ、ごめんなさい。サイドバイサイドでしょうか。はい。青島漁港に行きました。これ青島漁港の写真なんですけど、この漁港の2階に、食堂があります。なんかな、名前が、漁師の味、港青島、という名前の、食堂があるんですけど、その日、市場で獲れた魚を使ってね、海鮮ものの、お食事を提供するんですけど、結構そこね、人気があるんですね。午前11時ぐらいから、店が開くんですけれど、もういっぱいもうね、並んでるんですよ。僕らが行ったのは11時30分過ぎてましたけど、もう窓際の席はもう全部埋まってましたね。ほとんども時間がたっぷりある、高齢者が多いんですけれど、観光の方もインターネットを通じてね、このお店に来てますけどね、今日は割と地元の方が多かったですけど、僕らもね、どのくらいぶりかな、去年、1年ぶりぐらいですかね、あまりお金がないもんだからあまり行かないんですけど、去年来てますね。で、何を頼んだかというと、親父がですね、これは何番だ？はい、これ。名前何やったっけ？あ、青島どれ海鮮定食。青島で獲れた海鮮もの。刺身を中心に、海のもの、料理がご覧のように並んでます。これで1100円。ボリュームがあって、結構美味しくて、親父はご飯半分ぐらい残してましたね。もう刺身と、あとは伊勢海老の味噌汁ですかね。茶碗蒸しと、
あと、煮付けと漬物があったんですけど、結構腹いっぱいになっていたようです。私が注文したのは、あれ？あったった。です。僕はいつもこれを注文するんですけど、海鮮ちらし丼ですね。まあ、ちらし寿司じゃなく、ご飯の上に、魚がポン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 乗っかってる丼物なんですけど、これもね、手際美味しいですね。ご覧のように、海鮮ちらし丼と、魚の煮付け、茶碗蒸しと伊勢海老の味噌汁があるんですけどね。結構美味しかったし、結構量もありましたね。これで1300円なんで、観光で来た方々をここに紹介すると、安いって。東京ではこういう料理は2、3000円するよって言われたんですけどね。結構ここはお昼のランチタイムの穴場じゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね。タイムラインが更新されたのかな？あ、はい。カズオデッセイさん、こんばんは。今、僕の方のユーストリームプロデューサーの方では、今、ご覧になっている方は、お一人しかカウントされていませんけど、今、サッキーさんとカズオデッセイさんのお二人がご覧になってるのかな？ちょっとツイッターの、ツイッカのタイムラインと、ユーストリームのプロデューサーの数がちょっと違いますけど、まあ、今夜もどうぞよろしくお願いします。ということで、結構、食べ応えのあった料理でした。他にもね、まあ、いろんなメニューがあるんですけど、午後の2時で営業終わるんですね。だから短い営業時間なんですよ。というのがもう、その日に取れた新鮮な魚が売り切れるっていう場合もあるんで、だいたいお店の人は、今日何食分出るっていう予測で、まあ営業してるんですけど、まあ、午後2時には店が終わるというので、結構ね、僕らが入って、12時を回った頃にはもう満席になってましたね。入り口の方で何人か待ってらっしゃいました。だから今日水曜日なんですけど、結構平日も賑わっておりました。こういったね、海のものを提供する食堂っていうのが、港の駅っていうのがあって、日南の大道津漁港の漁港の中に、ちょっとお店があるんですね。あと南郷町、西武ライオンズのキャンプ地の南郷スタジアムをずっと降りていった港の方にも、港の駅っていう食堂があるんですけど、そこも結構美味しいですね。あとは、結構ね、日南海岸沿いには、そういった海鮮もののお店が結構ありますんでね。うん。インターネット、また旅行のガイドブックを見ながら、食べ歩くのもいいのかなと思います。まあ、今回は、海のものを食べたのでね、また海、結構虫が張ってきます。今度は、山のもの。山のものもね、結構美味しいんでね。だから、目玉焼きって本当美味しいものがいっぱいあるなーって、実感をしております。はい、あ、今ユーストリームのプロデューサー、カウンターが2名に更新されました。ありがとうございます。はい。まあ、山のものって言ったら何があるのかな？西メラとか、高千穂とかね、そういった町の料理、まあ、椎茸とかね、
タケノコとかね、もう夏だったら夏野菜とかね、あとは山のものも食べ歩きに行ってご紹介したいと思います。今日の宮崎も、写真でご紹介しますけど、綺麗に、あ、すいません。これ港でした。綺麗に晴れました。いろんな形の雲が流れてました。で、ちょうど親父と自分の家を出る10時30分ぐらい前かな。西の方角の方の山々、新森岳も見えるんですけれど、親父に、新森岳噴火しとらん?って言ったんですね。その時にも、新森岳は本当に、噴火していたよう、言っていたようですね。さっきも、気象庁のライブカメラの映像を見ましたら、まだ若干、新森岳は噴火しておりました。今回ちょっと長い噴火ですね。まだ灰色の噴煙を上げてましたけれど、6日ぶりの噴火ですけどね。まあ、大きな被害が出なければいいんですけどね。タイムライン、すいません。確認します。あ。はい。まあ、東北に行く前にもう何事もなければいいんですけど、まあ、僕ら一応高原町の新森岳噴火災害ボランティアにも登録してますんでね、東北に行ってる間に高原町から来てくれという電話があってもいけないので、どうか7月の17日、無事に帰ってくるまでね、まああまり大きな被害をね出さない程度に、まあ、小規模な噴火。まあ、噴火するのが一番悪いんですけどね。まあ、あまり活動しないでください。まあ、祈るしかありませんね。まあ、いろんな雲が流れていたんですけど、やはりね、昨日もご紹介しましたように、まあ、フェニックス。これが一番いいのかな。まあ、天気がいいと、まあ、フェニックスの木も笑ってるような、気がしましたけどね。また夏の写真を。都城の、関の尾という町があるんですけど、関の尾の町のそばに、10万本ぐらいのひまわりを植えている農家さんがいらっしゃるんですね。今月までは、まあ、10万本植えてるよって、あ、もう今月も、明日で終わりか。どうなのかな。何年か前には、ひまわりを見に行ったんですけど、あとはサイトバル古墳群の周りにも、ひまわりが咲いてるんでね、今度はひまわりの写真、映像を撮りに行こうかなと思います。はい、ということで今日も電気を消した、暗い中で放送してますけど、やはり電球を消すと、まあ、涼しいというか、ね、ちょっと、いいですね。やっぱり、電気の明るさ、熱を持ってますから、まあ、消すと、少しは、節電にもなりますんでね。いいかなと思います。まあ、夏は本当、あまり暑くない方がいいんですけど、これ、この子。僕の可愛がっているスマートフォン、au のレグザフォン IS04 なんですけど、今日はね、また不具合を起こしたんですよ。朝から。充電の状態がおかしくて、普通寝る前に AC コードを差し込んで、で、それで充電しながら眠って朝起きると、充電が終わる。満充電 100% という状況になるんですが、去年朝起きて、また例のアラームが鳴りやまない。停止ボタンがない。
解除ができないっていうことで、そのアラームを、電源を落として止めて、再起動したんですよ。だから、まあ通常 AC コードを差し込んでるんでね、バッテリーは 100% になってるはずなんですが、なんとね、85% なってるんですね。あれ？おかしいなと思って、バッテリーのアプリ、バッテリーミックスっていうアプリで確認したら、グラフがね、えらいなんか、充電、満充電の状態のグラフがガクって下がってるんですね。あれ？このグラフおかしいなと思って、au 本体の設定から、電池の残量を見たら、やはり 85% なっていたんで、一旦 AC コードを引き抜いて、で、1分ぐらい時間を置いて、再度 AC コードを差し込んだら、本体左側の赤いランプがついて、充電が始まったんですね。で、10分ぐらいですかね。10分ぐらい経って、また充電が終わったので、確認したんですけど、どん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 バッテリーが減っていってるんですよ。1分もしないうちに、もう 90% ぐらいまで、ガクって減っていったので、でしかも、裏蓋あたりが熱いんですよ。温度が50度ぐらいまで上がっていたんで、あちゃーってまたこれ、電池関係、電源代わりの不具合だなということで、9時過ぎに、すぐ au の157にお電話をしたんですけど、これね、もう毎回毎回参るんですけど、もうこれ、不具合のことよりも、au157 のオペレーターさんの対応の問題、これ人災だなって、だから、不具合を直してもらう前に、オペレーターさんの、質というか、教育をしてもらわないと、なんでこんなにオペレーターさんに何回も何回も同じことを説明したり、ユーザー側の方がね、気を使ってすみませんとか言いながら対応しないといけないの？というところだったんですね。今日は男性オペレーターさんが対応してもらったんですけど、すげえ早口で、まあ今の若者ね、特有の話口調で、話してたんですね。なんかおかしいなって思ったんですよ。しょっぱなから。で、まあいいか、まあとりあえず今日起きたことを話をしないといけないなと思って、話をする最中に割り込んでくるんですね。ちょっと待ってくれと。説明してないから、説明聞いた後に、話をしてくれって、そのオペレーターの話を遮って、説明するんですけど、待てないのかな？今の若い子っていうのは。相槌を打ってくるんですけど、あ、そうですか、うん、はい、はいっていうのは、いいんだけど、あ、そうですね、実はですね、とかいうふうに、その後に自分で話を始めるんで、お前の話は聞いとらんと。まず、ユーザーの話を聞けっていうことで、話を進めていったんですけどね。で、もう、5、6分もしないうちに、あ、このオペレーターさんおかしいなと思ったのが、過去ログを見て、過去ログのことしか話をしないんですね。じゃないと、今日起きた電池、バッテリー周りの不具合に対して、どう対応すればいいのかということを聞きたいんですよ、と言ってるのにかかわらず、何月何日に誰がどうのこうの、あ、過去にも何回も電話してますね、のことばっかり言うもんだから、待ってくれと。俺はユーザーなんだから、今起きてる不具合をね、少しでも早く解消してもらって、まあ、通常通りのスマートフォンを使いたいんだと。で、バッテリー関係のトラブルは、他にはね、ユーザーさんから上がってきてないんでしょうかと。そういったのがあったら、対応策を聞きたいんですよ、と。と言ってるにもかかわらず、
なんか変な話の方向に行ってしまうんでね、まあ、しまいには、標準アプリのアラームの不具合とかね、別の不具合の話までやって、肝心なバッテリーの対応策については話をしないもんだから、もう話にならんと。と、話し口も悪いし、人の話に割り込んで話をしてくるっていう態度も、オペレーターとどうなんですかって言ったら、黙ってたんで、何黙ってるんですかって言っても答えないんですね。わかった。じゃあね、あなたの上司を呼んでくれ。ということで、上司を呼んだんですよ。で、上司をちょっと説教したんですけど、何が一番悪かったかというと、正直言うと、という言葉使うんですね。え、何ですかって聞いたんですよ。正直言うと、何かというと、正直言うと、私は上級責任者に話を伝えることができませんって言うんですよ。え？できないんですかって、他のオペレーターさんは、ユーザーから聞いたお話をまとめて、状況によっては上級責任者にお伝えします、その間しばらくお時間をくださいというような対応しますよ。なんであなたは正直言うと私はっていうわけ、お客様が、まあ、au と接点を持つ一番最初の窓口であるお客様センターのね、オペレーターさんは au157 の顔であるわけなんだからね、極力私はという言葉を使ったらいけないんじゃないの？なんで正直言ってって、正直って何ですかって聞いたんですけど、まあ、彼の口癖みたいなもので正直言って僕にはできませんというように話をするんですが、まあ拉致がかないなということで、そのオペレーターの上司に代わってもらったんですけど、で上司と10分ぐらい話をしたんですけど、肝心なバッテリーの不具合に関する情報も対応策も聞くことができずに、お電話終わったんですけどね。こういったなんかその不具合のことよりも、オペレーターの対応のまずさについてね、イライラするということ、なんでこちら側が、説教しないといけないんだというようなことがね、非常に多すぎるんですよ。言いました、上司に。IS04 は、もう皆さんご存知のようにね、いろんな不具合が起きている、ツイッター、ね、チャンネルとかでもね、不具合に関する情報が上がってますよ、と。ユーザーも結構ナイーブになってます、と。そういったね、ところを組み上げて、オペレーターさんは対応しないと、もう、切れるユーザーは結構いますよ。現に僕も、この前切れちゃったんですけど、そういったユーザーのね、心情というか心理をうまく掴んで話をしていかないと、こと04に関しては難しいですよっていうことをお話ししたんですけどね。なかなか、難しいですね。夏モデルがどん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 出てきますけど、また今度夏モデルの新商品の不具合が出てくると、またさらに157にはお電話が入ってくるんでね、ますますオペレーターさんは大変になってくると思うんだけれどね。だからもうスマートフォンごとに担当部署を設けるんですよ。まあ、僕らヘビーユーザーもね、時間給でいいから、パートでいいから、雇ってもらって、あれ、また映像が固まりました。ちょっと待ってください。すみませんね。なんかちょっと。
もしもし。ちょっと調子が悪いですね。絵が止まりましたね。ちょっと待ってください。あれ？切り替わります。ダメね。なんででしょうか。もう一回。申し訳ありません。調子が悪いですね。まあ、au さんの割口を言ったので、映像が止まったのかな。ということでね、本当、au さんにお電話すると、非常にも時間もかかるし、体力も使うし、大変なんですけどね。その後、午前中のオペレーター上司とは、また別個に、au の157から夕方の4時半ぐらいにお電話があったんですね。いつも、お話をしている、上級責任者の方から、直々にお電話があったんですけど、話の内容っていうのは、もう彼も全部知ってるんでね。もう彼も全部知ってるので、その彼の方から、ご提案があったんですね。大谷さん、もう新品交換、基板交換、機種変更含めて考えましょう。ですんで、とりあえず、大谷さんの希望する方向で、対応していきますけど、どうされますかという話になります。もうとうとう、上級責任者も、諦めたようで、やっと彼の方から、提案されたんですね。で、僕、意地悪なんでしょうかね。普通だったら、IS04 以外の機種に変更したいんですが、っていいでしょ。僕は IS04 が好きなので、できたら 04の新品交換でお願いしたいんですよ、という意地悪な、ちょっと意地悪というか、まあ、04が好きなんでね、これ使いたいんでね、不具合さえなければ使いたいんですよって言ったんですよ。上級責任者が参ってました。まさか04の新品交換だとは思わなかったみたいですね。音声も途切れますね。申し訳ありません。思ってなかったみたいです。で、上級責任者が僕に説明するんですよ。ああ、04ですか、って。在庫を確認しないと、ちょっと何とも言えませんけれど、新品の04は、Android 2.1なので、大谷様の方で、また携帯アップデート、バージョンのアップデートをしないといけません。その際に、また、不具合が起きる可能性があるので、私としてはもう何とも言えないんですが、大谷様が、まあ、04がいいって言うんであれば、ちょっと在庫を確認をして手配したいと思うんですが、04でいいんでしょうか？って逆に言われたんですね。はい、僕はもう04で2年間使おうかなと思っているんですが、ということで、しかも僕が7月2日の日に、まあ、東北に行くんで、まあ、そのことも、まあ、彼には伝えてましてね、大谷様が7月2日に東北に行く前に、なんとか04の在庫を確保して、7月1日までにお電話しますっていうもんだから、もう割とね、彼は親身になって対応してくれているので、言ったんですよ。あ、いいよって、もうそんなに急ぐ必要ないって。もう、あなたがそんな風にして対応してもらえるんであったら、7月17日、東北から帰ってきた後でも、いいから、と。そういうふうに言ったら、もう彼も立場上、いや、とりあえず、2日で、在庫を確認して、7月1日までには、なんとかお話をできるようにお電話しますので、
ということになりました。というか、なんか逆に僕がまた上級責任者の彼をいじめたのかなという気もするんですけれど、どうなんでしょうかね。機種変更とか、したという情報がツイッターなんかで流れてきているんですけれど、本当なのかなという気もするんですよね。工作員が仕込んだ情報を流してるのかなっていう疑いの目を持ったらいけないんですけれど、まあ、本来だったら、ね、夏モデルの方に機種変更しますって言った方が、上級責任者からすれば、わかりました、すぐにお手配しますって言うんでしょうね。そうなると、僕逆にね、いけないと思ったんですよ。まあ、責任放棄ではないですけど、結構不具合の多い04のユーザーがね、04から離れて、他の機種に移れば、一人分クレーマーが減っちゃうわけでしょ？そうすると、上級責任者の仕事も一人分楽になっちゃうわけでね。まあ、安易な方向に流れたらいけないんじゃないの？ちゃんと契約通り2年間の縛りで、IS-04 を使う。そのための au はちゃんとしたサービスを提供するという契約を、意思を結んでいるわけだからね。それを、夏モデルの機種変更もできますよというふうにご提案するというのも、ちょっとどうなのかな。そうやってくると、あ、やはりもう04は不具合の多かった機種なんだっていうようなことを au さん自体が認めちゃうっていうことにもつながっていくと思うんですよね。一番良くないのが、前にも言ったように、原因がわからない。誰も原因を突き止めない。そういう部署がない。もうすぐ基板交換、基板交換、よいっちゃう。でも基板交換しても直らないっていう悪循環なんですね。一体どこに原因があって、なんで個体差が激しいのか、同じユーザーが2度3度と故障するのかというところまでは突き止めてないですね。そういうことやっちゃうと、人もいるし、金もかかるし、時間もかかるから、企業としては損ですよね。どん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 携帯を売ればいいわけなんでね。そういった実証検証する暇なんかないと思うんですけど。だけど、安易に新しい機種に変更を進めるっていうのは、どうなのかなというところですよね。ちょっとツイッターの、あまり愚痴ばっかり言うと、あれなんで、ツイッターのタイムライン確認してます。あ、はい。そう、防災とじゃなくて、僕情報聞いてます。直接、他の上級責任者から聞いてるんですけど、まあ、カズオデッセイさんのツイートによると、明日ソフトアップデート、アラームもですか？アラームとかメール周りとか修正が入るっていうこと。僕の聞いたのは、まずリスモがありますよね。もうリスモは以前からアナウンスがあったんですけど、で、アラーム周りに関しては、この前、いつかな、25日ぐらいに、アラーム関係で au にお電話をしたら、一応その、アラーム関係の修正のアップデートを行う予定にしてますけど、いつ行うかはわかりませんようなことをお話をしてました。メール周りに関しては何も聞いてないんですけど、あ、よかったよかった。明日、ソフトアップデートができれば、まあ、アラームは不具合は直るんですね。まあ、嬉しいですよね。ただ、電源周り、電源、これはソフトじゃなくて物理的なものが結構大きいと思うんですよね。だから、アップデートで電源周りが改善されるっていうことは、ちょっとあまり期待しない方がいいのかな、というとこですよね。なかなか難しいですよね。あっちが良くなればこっちが悪いとか。一応、僕もメールの不具合が
結構あったんですけど、アップデート、2.2にアップデートしたら不具合直りました。逆に新しい不具合、アラームが悪いとか。で、2.1から続いてるのがバッテリーの異常発熱。最高で56度まで電子温度が上がってるんですよ。それに関しては未だに原因不明。だいたいここに原因があるだろうということは分かってるようなんですけど、対応ができない。改善ができないということは聞いております。だから、そこを認めちゃって、で、機種変更どうでしょうかって言ってるのかなという気もするんですよね。はい、まずは明日の動き、ソフトウェアのアップデートがあれば、明日はあれもあるんですよね。今日発表があった、公衆無線 LAN サービスのアプリ、多分明日から公開されますんで、結構楽しみが増えるのかなというところですよね。で、明日は、インフォバ A01 とかの発売日ですんでね、結構 au ショップなんかは賑わうのかなと思います。で、僕もちょこっと顔を出そうかなと思ってます。はい。ということで、まあ、ちょっと au に関しては、やはり愚痴になって申し訳ございません。はい。まあ、ちょっとね、7月1日に、上級責任者から、在庫の確認の電話がありますんでね、ちょっと様子を見ていきたいと思いますけど、まあ、出発前なんでね、結構忙しいと思うんだけどな。まあ、いいですか。はい。ということで、今日も30分を超えてお話をして、本当申し訳ありません。新しい情報はございませんので、まだ暑いです。扇風機をガンガン回してるんですけど、自然の風が入ってこないんでね、もう2部屋ある部屋の両端の窓を開けっぱなしにして、夜も眠ってるんですけど、暑いです。放送が終わったらシャツを脱いでパンツ一丁で過ごします。またシャワーも浴びてきます。またこれから東北行きの準備をしないといけないので、今夜の4ごひんごな夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。またお時間ございましたら、明日もどうぞご視聴よろしくお願いします。それじゃ、今夜の放送、この付近で終わります。失礼します。